腎臓病があってさ、太ってたらさ、やった方がいいと思うじゃないですか。そうですね。だけどね、以前はそうね、何年か前まで私痩せさせましょうって言ってました。だけど実を言うとね、心臓病がある人で、ね、4つのパターングループ分類されてて、こう人間の話で2000年過ぎてから出たデータ、アメリカでね、めちゃくちゃ太ってる人と、ちょっと太ってる人と、中肉中背と痩せてる人、この4つのグループに分けて心臓病と診断されて、誰が一番、どのグループが一番長生きか、どのグループが一番長生きか、上から2番目ぐらい、めちゃくちゃ太ってる、ちょっと太ってる、ちょっと太ってる、正解なんです。ちょっと太ってるが一番長生き。じゃあ2番目はどこだと思います？めちゃくちゃ太ってる、中肉中で痩せてる。太ってる人？めちゃくちゃ太ってる。めちゃくちゃ正解です。あ、そうなんですか。そう、ちょっと太ってるが一番長生きで、2番目がめちゃくちゃ太ってる、で3番目が中肉中での人、そうなんです、ね、で4番目、要は一番早く死んじゃうグループが痩せてる人。全然さ、予想と違うんですよ。中肉中背が一番長いかなと思うじゃないですか、普通は。でその次はちょっと太ってるかな、で3番目が痩せてるかな、で一番短いのがめちゃくちゃ太ってるだと思うんだけど、全然違う予想、あのデータがアメリカで取られて、これ全然データ取る人たちの予想外、そうですね、でその情報が日本に入ってきて、で日本の心臓病の、まあ、獣医の話でね、心臓病の先生、いるんですね、専門医の人が、大学病院に、大学でね、で、その人がデータ取ったんですよ、犬で、ワンちゃんで、そしたらね、やっぱ同じデータが出ます。いや、ちょっと太ってる子が一番、2番目がめちゃくちゃ太って、3番目が強いんですよ。で、この子はね、もまあ、めちゃくちゃ太ってると、ちょっと太ってる間ぐらい、結構太ってます。結構太ってるのもあるもんですよ。だからこの体重をもう無理に落とそうとはしない方がいい。あ、そうですか、と思います。ただね、食事時間ってさ、今24時間空いてます、そうですね、置きっぱなしですね。でこれをね、血流を良くするためにね、ない時間を作ります。ない時間、お水は24時間あります、で人間でさ、あのなんていうのかな、プチ断食っていうのを聞いたことあります？断食なんだけど、断食効果が得られる簡単な方法、でこれはね、男の人で8時間、女の人で12時間、あ、まあ10時間か、食事の時間ね、食べる食事がある時間を、この時間何を食べる、20時間、その恋の16時間とか14時間は、この時間は水だけ、これをするとですね、断食と同じ効果が得られる。で断食ってどういう効果があるかっていうと、何はともあれ血の流れを良くする、血流を良くする、血流を良くするといろんな内臓臓器の機能が高まりますからね、で内臓機能が高まる、ということは肝臓、腎臓、膵臓、もちろん心臓も脳も高まります。そうすると皮膚の血やみ良くなって美肌効果も期待できると、それからあと老化、年取っていくと老化しますよね、で老化の一番の原因はね、慢性の炎症なんですよ。慢性の炎症、そうすると炎症ってね、血流を良くしてあげると収まってきます、とアンチエイジング的な形、だからこの子今24時間あげてるわけだから、ない時間をまずね1時間作る、いきなりさ、いきなりこういうふうにするじゃないですか、まず1時間で2時間、4時間、まあ6、8、10とだんだんにしてって、男の子だから16時間、徐々にこういうふうにして、お水は絶対いりますよ、でもない時間を作ってあげるとよりさ、血流が良くなるし、でまあもともと本来ならさ、24時間ご飯なんてないですよね、もし野生のマカロニはなかなかいないと思うけど、もしいたとしたら、そうですね、餌を絶えずお腹空いてて、餌を見つけて食べて、お腹いっぱいになってちょっと休憩して寝て、お腹空いたらまた探してと、だから24時間あるとさ、すごいそれは飽食なんですよね、そうです、だから太っちゃう、いくらバランスにご飯あげてたとしても、要はだってあげてるのってさ、ペレットじゃないですか、そうですね、まあ肥満の種は太るかもしれないけども、脂肪が多いから、
であとねドライフルーツドライ野菜はね、うん、あんまりおすすめじゃない。あ、生がいい。生がいい、ね、どちらも、はい、だからなかったらなしでいいから、うん、だんだんドライの野菜とかドライのフルーツを減らしてる、はい、なぜかというとあの炭水化物がすごい多いんですよ、うん、多分成分表示がしたるんだけど、そういう意味でね。だからこのない時間っていうのは私たちが起きてる時間じゃないと難しいから、うん、そういう時間帯になりますよね。昼とか夜中。そうそうそう。だからやる最終的にやるんだったらさ、人と接する時間はある方がいいじゃないですか。手で挙げたり、はい、コミュニケーションするから、はい、だからどう、夕方から、夕方から始めてって始めてって、うん、まあそうですね、寝てる時間ぐらいになりますもんね。そうそうそう。あ、じゃあ夕方、まあなんとか最終的には8時間ぐらいを、要は12時間を越してほしいんです。ない時間が12時間を越してくると、僕らもそうなんだけど、体が飢餓状態になってくるから血流を良くして体の各機能を高めようとするんですよね、うん、でもそこは水分で取らなきゃダメなんですけど、まず8時間というのは12時間をまず目標に。だけどいきなりやったらダメで、はい、そうですね、だんだんに。そうするともっと楽に長生きしてくれて、でいらない脂肪も多少は燃えるから、はい、で体重が落ちてもいいのはね、はい、1週間に 2% まで、はい、1週間ね、はい、ってことは今 74g までやつか、 74g の 2% でいくつ ?1481グラムぐらいでしょ。1グラム、うん、1.4 から1グラムなら落ちてる。だけども別に無理に落とそうとは考えないで、今の体重をなんとか維持するぐらいどんどんさせてください、うん、はい、これ食事制限は全然ないですかね。時間制限だけで、時間、うん、はい、その間はもう好きなだけ食べさせてください、はい、人間も一緒ですよ。これ口断食、好きなだけでいいんですか。好きなだけ食べていいんです。あ、はい、それも好きなものを、はい、できればその中にタンパク質があるとより断食効果が得られる。はい、わかりました。タンパク質どうしても足りなくなっちゃうからさ、炭水化物は大人になったら取るんですよね。だからタンパク質は最低限取るようにして、はい、うん、ということか、人間の場合ね、はい、でもこの子たちも一緒ですよ。そうですね、タンパク質はやっぱいるからさ、はい、とあのペレットフードは割とバランスよく入ってるわけだから、それは絶えず、はい、あのこの時間内は置いておくと、はい、一回やってみてください、はい、でちょっと心臓大きいからさ、血流、はい、でそういったこともあってさ、運動もしづらいのもあるかもしれないですよね。で引き続き、はい、もうこれからさ、申し訳ないけどもう1年半過ぎてたらシニアだからさ、はい、で心臓ちょっと大きいから、はい、あのあんまりさ呼吸が早いとかさ、そういうのが出てくるんだったらお薬出します。あ、はい、心臓の収縮力を高めて全身の血管を強くで血の流れを良くするんですね、はい、だけどまず薬じゃなくて血の流れを良くする食事の与え方っていうのをちょっとやってもらえるとどうかなと思うんですけど、そのガスが溜まってるっていうのは、まあやっぱり胃腸の機能が若干落ちてるかなと思います。とやっぱりそういうのも血流を良くしてさ、高めてやるということが治療、そういうことになります。で今からちょっとさ、血流を良くする治療だけちょっと1分間やらさせてもらいますね。抗生注射ください。60の1分、はい、61分、はい、じゃあ一回止めて。